すごいです。キューテーカー。でってーん、でげでんでげ。はい、どうも、カオスマイスターと申します。今日はですね、松屋の牛焼肉定食ダブル特盛りを食べに来ました。肉少ねえな、これ。まあ、肉少ないので思い出したんですけど、シェリー商事。いや、ほんとふざけてますよね。なんでふざけてんのかなって思ったら、ちょっと今からこれちょっと話長くなるんですけど説明しますね。まずあいつ、あのもう俺と絡んできたんですよ、久しぶりにね。もう何年かの時を超えて。で、ちょっと俺もシェリー少女嫌いなんですけど、なんで嫌いかっていうと、あのやってやめてやってやめてを繰り返すんですよ。もうそれがほんと虫唾が走ること嫌いで、まあシェリー少女がクズ人間だってことはまああれなんですけど、あのスプーンやめるわって言って彼スプーンやめたんですよ。でまたやってやめてやってやめてを繰り返さないために、あのやつの身辺調査をあのカオスマイスター警察がこうやったんですよね。やつのシェリー少女の身辺調査を。そしたらあの驚くべきことが判明しました。スプーンやめたって言っといてね、スプーン配信者と、もう一人、ね、他にネット活動かなんかやってる女がいるんですよ。つまり、どこの馬の骨だかもわかんねえような女に、再び粘着してるんですよ。ほんとありえねえよなって思いますよね。スプーンで今まで、なんか、どこの馬の骨だかもわかんねえような女に、いろんなことを、そのね、餌を撒いて、で、なんか仲良くなったのかな。で、向こうからしたらシェリー少女なんていうのは、ただの金づるなんですよ、はっきり言って。で、シェリー少女がその金づるだから、まあ、仲良くするわな。仲良くしたらお金もらえるんだから。で、その、シェリー少女が、そのね、餌を毎回毎回送らなかったと。そしたら、女の方に冷たくされて、で、シェリー少女がいじけて、もうあいつはもう、絡まねえ。もう、なんか、その配信見に行かねえとかいじけて、でスプーンやめるわみたいな。結局女にか金か物か分かんないけどそれを貢いで、ほんでまた見つかなかったら女に何か言われて、でいじけてやめる。これもキャバクラにはまる客の典型的なパターンと一緒ですよね。ほんでスプーンやってやめてやってやめてやってやめて、ほんで今回俺とこうなんかもう一回復縁したんですよ。今度もういい加減気づけよと。なあ、ほんま、しょうもねえ。で、ほんとスプーンやめました。でも、あいつの根本は治ってないんですよ。スプーン配信者のどこの馬の骨だかもわかんねえようなクソ女に絡んで、なんかずーっとなんかツイートをチェックして、全部のツイートにいいね、いいね、いいね、いいねしてるの。めちゃくちゃ気持ち悪いですよ、マジで。ほんとね、虫唾が走るってほんとこのことなんだろうなと思いました。で、もう一人はなんかそれもスプーンなのかわかんないけど、とにかくね、二人のネットで活躍してる女に、なんか粘着、つまりストーカーですよ。ネットストーカーですよ、今話題の。そのストーカー行為をしてるんですよ。ほんで、それ、シェリー少女やめろって上から口で言っても、あいつは絶対聞かないし、またやめないから、俺頭を使いました。これどういうことかっていうと、その、シェリー少女がその、どこの馬の骨かもわかんねえようなネットで活躍してる女に、絡んだり、いいねとかってして、コメントとかしてるところに、行って、あいつ、シェリー少女って DNA ベイスターズ好きなんですよ。で、俺は巨人が好きじゃないですか。で、巨人から日ハム、日ハムから DNA に行った大田大志っていうプロ野球選手がいるんですよ。で、その、太田大使っていうコメントを俺は、どこの馬の骨かもわからない女に絡む気持ち悪いシェリー少女に二人に対して巻き込みリプをする。それをずーっとやってやったんですよ、俺は。だからこれからシェリー少女が、その、どこの馬の骨かもわかんないような女に気持ち悪く絡んだ時に全部に太田大使、太田大使、太田大使、太田大使っていうコメントを残そうかと思ってます。はい。そしたらあいつから巻き込みリプやめてよっていうこと聞いたんですよ。いやいや、俺からしたら、スプーンやめたんだったら、もうその、どこの馬の骨かもわかんねえよな、女に絡むのをやめろよ。で、それやめたら俺もやめてやるかって言ったら、あいつがなんかツイッター上で、こんなことをつぶやいてました。何々？女好きで何が悪い？いやいや、
女好きが悪いって言ってんじゃねえよ。もういいか、もうそう、ネットで活躍してる女に対してお前がまたハマって、もうスプーンやめたと言ったからってまたなんかハマって勝手に好きになって餌を送って、まあ金を送ったか分かんないよ、餌か金を送って、ほんでその送ったら相手喜ぶからそれはチヤホヤされるわな。それは毎回毎回やって、なんかのきっかけで必ずあいつが冷めるんだよ。で冷めたら、あもういいや、もうなんかあの応援する気なくなったとかいう、もうくだらねえ、その一連のやり取りがまた俺の生活にそのツイッター上にあの来るわけよ、ネットに。ほんとこれがもう気持ち悪くて、ほんとにね、もうやめてほしいと思うんですよ。だからその根本を断つため、それをやめさせるためにシェリー商事をこう変えていけるのは俺しかいないな。で俺のこのおせっかいがもう嫌になったらシェリー商事が俺から離れていくし、俺は別にあのシェリー商事にあの何ブロックされたらリンクを切られても別になんとも思わないし、ほんとだけど俺からシェリー少女をブロックすることは一切ないんですよ。一切ないです。はい。俺は去るもの追わず、来るもの拒まずの精神なんで。ただし、シェリー少女からブロックされて、もう一回復縁を迫ってきたら、俺はもう二度とシェリー少女と、あの、復縁はしません。だから、シェリー少女が俺からブロックして、勝手に自分で離れていった時は、もう俺の完全勝利ですよ。はい。ほんとくだらねえなって思います。もうスプーンやめる、やってやめて、やってやめて、で将棋もまたやってやめて、やってやめて、ツイッターのアカウントも作ってはやめて、作っては消して、作っては消して、作っては消して、ほんとあいつの人生すべてそう。友達、俺という人間と出会って、あのなんかもう腹立ったからブロックしてやめて、でもう一回復縁して、でまたブロックして、でもう一回復縁して、ほんとあいつの人生全部やってやめて、やってやめて、やってやめての繰り返しなんですよ。ほんといい加減気づけよな、ほんとしょうもないわ。もういい加減、そのネットで活躍してるなんかどこの馬の骨かもわかんねえような女なんていうのは、はっきり言ってシェリー少女てめえのことを金づるとしか思ってねえんだよ。いいか、そんなくだらねえことに金、労力、時間を割くんだったら別にその女好きでも何でもいい、その風俗とか行けばいいんだよ。なんでそれをしねえんだって、何回引っかかってんだって。お前はほんと何回、もう田代正史と一緒だよ。もうシャブやって更生します言って、シャブやって逮捕されて更生します言って、何回俺、何回世間を騒がせたか。ほんともうね、バカは死ななきゃ治んないっていう、クズも死ななきゃ治んねえんだなっていう。ほんとね、シェリー商事には本当にがっかりしますね。まあこれを、まあ見るか見ないか、多分見ないだろうな。見ないからほんと好き勝手言ってるんだけど、もし見てなんか嫌だなって思ったら全然リンクブロックしてくれても構わないし、お前からあの逃げるようにブロックするんだったら俺の完全勝利なんで。はい、それだけです。これからもね、シェリー商事のことはね、追って報告します、この動画で。はい。それではね、アディオス。シェリー商事企画を、6月1日水曜日に計画してるんですよ。その前に、マジ俺のことをブロックして、離れてったらマジ面白いですよね。はい。以上、カオスマイスターでした。バイ。ご視聴ありがとうございました。